はいどうも、メダカッキーです。本日はメダカの名前はなぜ中二病が多いのかと、もうのっけから殴られそうなタイトルですけど、中二病が多いっていうか、まあかっこいい名前とか、まあ覚えやすい名前がなぜ多いのかについてですね、話していこうかなと思います。まあ今更ね、話すようなことでもないんすけど、メダカって本当にね、この日本の改良メダカって本当にいっぱい名前があるじゃないですか。しばらく前までは400とか500とか言ってたけど、今900とかもうそれ以上でしょう。まあ前の動画で言いましたね、いろんな人が、自分オリジナルのメダカを作るから名前がいっぱいついてるんだと、まあ無法地帯だよという話で、中にはね中二病みたいな、はい、メダカの名前もあるんですけど、まあ名前がついてることによってね、まあこのメダカ業界が盛り上がってるとは思うわけですよ。めちゃくちゃ特徴をね捉えてる中二病みたいな名前もあるじゃないですか。皇帝とかね、めっちゃ中二病でしょ。これ中二病だけどかっこよくないっすか。最初にね、皇帝って見た時、あ、よくつけたなと。紅の帝王ですからね、すげえ赤いんだってわかるじゃないですか。で、中二病じゃないっすけど、夜桜とかもいい名前でしょ。夜の桜ですよ、あのグレーなね、はい、グレーな体色にラメが散りばめられて、頭が若干ピンクでしょ。夜桜じゃん。このメダカの名前が魅力的なわけですよ。ね、もうあの今皇帝っていう名前が中二病だって言ったことでもうすごい怒られそうな気がするんですけど、僕皇帝っていうメダカの名前を知った時は僕まだメダカやってなかったんで、すげえ名前つけるなと思いましたよ。どんな中二病のやつがつけたんだと思いましたけど、まあ、メダカやると、ああ赤い帝王だなというのはね、わかりますね。はい、中二病って言ったけど、うん、名前ネーミングバッチリだと。はい、まあメダカの形質をね、そのまんまね、なんとかブチラメとかね、そんな風にそのままつけてることが昔は多かったと思うんですけど、やっぱりね、まあ昨今のメダカブームっていうんですか、いろんな愛好家さん、ブリーダーさん、養魚場さんが増えられたことによって、いろんな名前を付けられるようになりました。はい、透明鱗の3色もいろいろいますよね。作った方によって名前がやっぱり変わってくるわけですよね。まあメダカの館さんなんかで行くと、結構戦国武将のね名前なんか付けられてましたよね。はい、あとはそうですね、九州で行くと、まあモルフォーとかね、はい、東メダカさん付けられてますね。あとはすごい名前付けられる方で行けば、マイメダカさんとかね、忘却の翼とかも絶対忘れないじゃないですか。はい、こんな感じでね、一見中二病みたいな感じなんですけど、まあそのメダカの雰囲気と名前が合ってると、やっぱりそのメダカって人気になりますよね。はい、まあこうインパクトがある名前なんですかね。まあ生産者が分かりやすいような名前であったり、まあこれ新品種だよ、新登場だよっていう風な感じで名前を付けられてるんじゃないのかなと思います。はい、まあね、ただただなんか今日文句言ったような気がするから、もうすごい反省ですね今日の動画。いや、改めてね、皇帝見てたら思ったんすよ、すっごいいい名前だなと思って。こんなにね名を表してる魚いないなーって、メダカの中でもね、いないなーと思ってこう見てたんすけど、よくよく考えると結構中二病だなこれと思うわけですよ。中二病だけど
これよくつけたなと思って、すごいなと思いながらね。やっぱりこうかっこいいね名前とか分かりやすい名前をつけてた方がメダカ売れますよねやっぱりね、みんながおっていう名前をつけると売れますよね。はい。まあ以前僕がねだいぶルーキーだった頃にですね、有名なブリーダーさんとお話しさせていただいた時に、はい、まずは名前だと、名前が目立たないとみんなが見てくれないと、はい、名前が一番重要って言われてましたね。はい。まあ、名前があることによってそのメダカを見ていただけるから名前が一番重要だよと。名前が重要って言いつつも魚がしっかり作れてるからそういうことを言われてたんだと思いますけどね、はあ、そういうふうにね言われてました。まあメダカの形質とかね、そういうのが分かりやすくする名前もあれば、もうすごい名前をどこからか持ってくる方もいらっしゃいます。はい。で僕もね、自分が作ったメダカオリジナルっていうかね、なんか似せたメダカをなんか名前つけたりしてた時もありましたけど、結局見た目同じなんで、なんとかもどきとかなんとかのパチモンって最近は言うようにしました。はい。まあそれでもね、なんとかもどきが増えるんすよ。例えば輪行もどきみたいなのがいっぱい増えるんすよね。撮ったやり方が違うわけですよ。もう雑誌に載るような黄色頭の輪行がいっぱい出る系統もいれば、白い輪行ばっか出るんだけど黄色頭のすっごいバッチリしたのが少数出るとかね、もうなんか微妙な感じのなんとなく輪行になってますみたいなねのがね出る系統もいたりするんで、輪行もどきって書いててもいろんなパターンが出ちゃうんで、なるべく被らないような感じでね、輪行もどき A、B、C みたいな感じでねやってます。はい。もうねハウスネームねつけてそれ考えるの楽しいはずなんすよ。楽しいけど、もう名前考えてる時間があるんだったら僕は多分プラモ作ったり魚釣りに行ったりしないといけないんで名前をそんな考えてる時間あんまないのかなみたいな感じですね。はい。今日はただただね、メダカのハウスネームとか管理ネームをディスっただけで、クソみたいな動画作ったなと思いましたけど、なんかねただただ朝メダカ見てて思ったことを喋りました。はい。まあこんなね言ってるやつがね一番メダカにはまってるんですよはまってると思いますよ。そんなね工程の名前見ただけでね8分ぐらい喋ってるわけですから、一番僕がハマってるんじゃないのかなと思います。それではメダカキーでした。バイバイ。